通常ですと私たちの防振剤というのはストレートな円柱形をしているんですけども、社長の方で先端の方が少し台形になった方がいいんではないかということで金型がありましたので、試作してお渡ししたところ、すごくいいねというふうに打っていただいたんです。防振剤で有名なというか、よく世の中で使われているのは、一つはゴムを使った防振剤が多いと思うんですね。で、柔らかいもので振動を受けて振動を伝わるのを絶縁するという、そういう使われ方をするんですけども、世の中にあるゴムって、柔らかいといっても結構まだ硬いんですね、私たちの感覚からすると。例えばゴムを測定する高度計と A高度計っていうのを使うんですけども、その A 高度計では測れないような柔らかいところの硬さをゲルという素材を使って表現しています。柔らかいと何がいいかというと、振動を取るときに高い周波数が結構よく取れるんですけども、低い周波数を取るときにはやっぱりね、柔らかくふわりと受けた方がいいみたいなんですね。でゴムですとなかなかその柔らかくすることが、できない理由としては、あまり柔らかくしちゃうとですね、持たなくなっちゃうんですよ。私たちは柔らかいけども丈夫なものが作れますので、低い周波数を取るのに、柔らかい方が有利だねというのは分かっていたんですけども、ゴムだとできなかった領域をゲルだとできるということで、今まで取れなかったような低い周波数を取ることができるというので、いろんなところで使っていただく。